ちは、ユーツールボックスのウースケです。突然の会談ですが、今フェリーの中です。阪急フェリーで GW を福岡へ運ぶ旅の後編になります。ぜひとも最後まで楽しんでね。もう一箇所です。階段の後ろの通路奥です。あ、そこね、ごめんなさい、階段の上だと思ってた。はい、階段の奥です。ありがとうございます。書いてないんだよね。これやるというかという方か。はい、疲れた。
挑戦だったのでめっちゃ楽しめたのですが、 TW の座席の硬さや排気量の小ささで体への負担がひどく、翌日救急搬送してもらわないとダメかもしれないというレベルの激痛が首に走り、首を骨折した時の後遺症が出たのかと思いました。朝まで眠ることもできず、声を上げることもできないほどの激痛に耐え、翌朝病院へ行き検査してもらったところ、神経の異常ではなく長距離運転による身体への負担で首の周りの筋肉が激しく炎症しているとのことでした。首に痛み止めの注射を3本に打ち、痛み止めと湿布を処方してもらい、完治までに1週間以上かかりました。もう身体が二度と動かなくなるんじゃないかと思うほどの恐怖でした。本当治ってよかったです。一度首の骨折ってるので無茶は禁物ですね。これからも安全運転&無茶をせずツーリングしたいと思います。今回の動画が面白かったよ、ためになったよって方は高評価ボタンを、キャンプ、ツーリング、車バイクのメンテナンスなど男臭い動画が見たい方はぜひともニューツールボックスのチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。